こんにちは、吉谷さん。2020年に YouTube が、まあ、ラストチャンスだというのにはね、ちょっとね、テクニカル的な根拠があるんですよ。というのがね、YouTube が広告料をこれからどんどん下げていく方向だということが、まあ、はっきりしていること。そしてもう一つはですね、私たち普通の人が YouTube をいくら上げても、もうすでにね、検索にかからないようになってきてるんですよね。残念ながら、私たちが YouTube をたくさん上げたところで、もう誰にも気づかれないっていうね、そんな事態が起きるんですよ。じゃあ私たちがどんな戦略を取ればいいのかってことですよ。これはですね、ワントゥーワン動画しかないです。メールアドレスが分かっている人に送るということなんですよね。ということで、これからも参入障壁はどん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 高くなっていきます。なんでこういうことが起きるかというとですね、まずは有名人とか、もうネームバリューがあったり、力のある人が、最初から力のある人が YouTube に横滑りしてくるんですよ。いい例が芸能人ですとか、経営者ですとか、元犯罪者で有名になった方とかね。それから、まあ、いろんな、ね、事件を起こして顔が売れた方、こういう方がテレビっていうモラルの高いところから YouTube というある程度自由なところに流れてきて、そこでね、再出発されるんですよ。まあ、そうなると、そういう人にアクセスが集まるのは、まあ、自明のりですし、そういう方が増えてくると、トラフィックっていうのはやっぱり無限なようで限界があります。どういうことかっていうと、まあ、有名人ね、例えばチャンネル登録が100万人とか、動画を作れば1万再生、10万再生っていうのが当たり前のように出る人、こういった力のある人が YouTube の世界に入ってくると、再生数5とか10とかね、100とかっていう人はもうすでに YouTube としては見切ってくるんですよ。こういう人にコストをかける意味がないというふうに考えるんですね。まあ、ですんで、 YouTube のアップロードするのは、まあ、やらせてくれるだろうけども、でもアップロードしたところで検索にそもそもかけないとかね、ピンポイントでキーワードを入れないともう発見されないとか、そういうふうにしていって、アクセスのより取れる人だけを残していくという、こういうふうな、ね、事態になってくると思います。今も結局 SEO 対策してるブログ以外はなかなか探されないと思うんですよ。例えば私がね、ブログを量産した時代っていうのはまだまだ分かんなかったですけども、私がね、ブロガーフィレットをもう今放棄してるのは、いくらブログを書いてもそもそも検索にかからないっていうことが起きてくるんですよ。検索にかけようと思ったら、一語一句同じ文字を打ち込んで、もう本当にね、探す方がターゲットをして、この有名人の何々さんっていう風にしないともう出てこなくなるとか、無名人でももう名前を一語一句同じにしないといけない、文章を一語一句ある程度の期間同じにしないと出てこないっていう風になってくるのかなと思うんですよね。でブログとかその YouTube っていうのはアルゴリズムっていうのはもう完璧じゃないんで、たまに浮き出てくることがあると思いますけども、偶然見つけてもらって、しかも動画のね、本数がそんなになくって、キーワードも大して入れてなくってっていうのはなかなか難しいと思うんですよ。まあそういう形で、いや私ね、これね、シッターをする意味でも言ってるんですよ。今年しかチャンスがないよっていう風に言うことによって、今年始める人がね、少しでも増えてくれればと思うんですよ。なぜなら、今年始めるよりも来年始めた方が不利なのは間違いないんですよ。だってもう数年前からやりましょうってやらないわけでしょ。ただでさえやる気がないところで、まあ来年からもチャンスありますって言ったら、来年にしちゃおうって人が出てくるんですよね。そういう意味を込めて、来年だったらもうやらない方がいいですよと、2020年から YouTube やっても無駄ですよっていう風な、気持ち的な意味でもね、ちょっとこうお話していきたいなっていうのと、先ほどお話したようなテクニカル的な YouTube の事情、トラフィックの限界っていうところもね、ちょっとこうお話していかないといけないなと思います。どっちにしてもこの動画を見た後すぐに YouTube を上げる人は先に進んで、結局 YouTube の動画を上げない人っていうのはこれで終わりなんですよね。そういった形でもう自分はこの YouTube の世界に入ってこれないんだと、認められないんだっていう風に、考えていかなければならない人も多いんではないかなと思います。私のチャンネル登録1万人とか、これほどまでにね、 YouTube を作ってきた私でも、もういつ弾かれるのかわからないという状況で私はやってるわけなんですよ。にもかかわらずですよ、まだチャンネル登録足りてないとかね、そもそも動画を定期的に上げてないって方が、まあ安穏としてられるのはね、そういう精神状態では成功はおぼつかないと思いますし、そういう人が成功を狙ってるんでしたら、私はよりね、 YouTube のアップロードをすることによって、負けないぞって気持ちになるだけですよね。そんな明日でいいやって人に、私は吉谷さんはね、とりあえず負けないですね。で、YouTube で一山当てたいんだったら、私は吉谷さんを超える覚悟で来ないといけないってことなんですよ。同じフィールドで戦えば、もうね、師弟関係ではなくて、単なるライバルですからね。全てのことで言えますけども、教わった人と戦うわけなんですよ。教わってる人と戦うわけですよ。この厳しさ、よくね、理解していただきたいなと思いながら、今日の放送に変えさせていただきます。では、いってらっしゃい。